緩やかに。はい、今日いきなり終わった。そうです、ガシャッと終わりますよ。ビッと入りますから、はい、1位2位。そうです、1位2位だいたいそんな感じ、はい、だいたいそんな感じのベストヒットです。はい、ベストヒットの中から僕の好きな曲をチョイスしてるっていうベストヒット。僕のベストヒットでしたら、ベストヒット俺クリスタルみたいな。俺とか言っちゃっていいですか。俺って誰だってやつですけど、はい、今日はまたゲストをお迎えしております。楽しみです。今日ですね、あのアプリ開発を手掛けられている、寒川さんを、お迎えしております。ようこそおいでいただきました。はい、どうも寒川です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。寒川さん、もともとアメフトやってらっしゃってなんて今ちょうどお話をしましたけど、さすがガシッと。いえいえ、今ダイエット中なんで。でも一時期よりはちょっと絞られましたかね。そうですね、やっぱりあのちょっと細い方がモテるんじゃないかな。あ、やっぱそこ大事なポイントです。そこ、やっぱみんなそこですよ。そこなの、男のモチベーションはモテたいだけなんです。モテたいっていうのもあれですよ、キャーとかじゃなくても、うん、なんかあの人かっこいいよねって言われる程度がいい。自己満足って。そうです、まあ、そうです。結果的には自己満足。大会的な評価じゃないです。俺なんか言われてるなぁ。ちょっと言ってって。多分違う帰り方がすごく嫌です。もう動かないです。あんた何言ってんのみたいになっちゃうんで。すいません。寒川さんの、はい、やられている今日はですね、いろいろなアプリ、はい、スマートフォンのアプリを教えていただきたいなと思ってるんですけども、はい、多分あんまり分かってないですか。いや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 、ちなみにキリンさんは LINE ってやられてますか。やってるんだけど、あれ、私が許可してない人もいるから、なんだろうなぁ。どんどん増えてくる、うん、どうなってるのかなと思う。まあ LINE って今多分4億人とか5億人くらい全世界にユーザーいるんですけども、ね、はい、まあ広く使っている分いろんな方々が使いやすいソフトウェアではあるんですけど、一方で、うん、なんていうんですかね、ちょっとこうやり取りがなんか気持ち悪いようなメッセージがあったりとか、うん、なんかちょっとこう、うまく疎通、意思疎通ができなくて、いや、お互いが嫌な思いをするとか、メールとか、LINEとか、文章だけだとね、はい、顔が見えないから、どうしても。そうですね、あとは、例えば、うん、企業の中でのやり取りとか、あと、未成年の学生さんとか中学生とか、それもちょっとほら問題になることもあるじゃない。そうですよね、人間になっちゃったりさ、小さいお子さんが、まあ、ちょっと悪い大人にこう声かけられやすいっていう場合もやっぱりあるので、やっぱりそういう問題いろいろあるなという中で、寒川さんが手掛けられている、アプリ、はい、具体的にどういったものになりますかね。はい、まあ、バイトークっていうアプリなんですけれども、バイトーク、はい、はい、まあ、もともと私 LINE 大好きなんですけども、その子供たちが LINE の使い方で悩んでるのを見ると、まあ、なんとかしなきゃいけないというところで、まあ、例えば学校の先生とか親とかが管理した中で LINE とか使えるといいんじゃないかというところで、まあ、そういうクローズドなサービスを開発して、提供してみようというところで、まあ、作って今提供しているというところです。なるほど。まあ、当事者同士がこうメッセージを読めるっていうのはまあ当然なんですけども、はい、バイトークは例えばその例えば中学生とかであれば先生とかがそのやり取りを見たり、そうですね、場合によってはそのネガティブで悪いような言葉、お前大嫌いみたいな、何かちょっと問題になってその言葉っていうのを大人が管理する人が見ること、大きく管理下の元になるんだ。そういうことです。それすごい、親としては嬉しい。もう遅いけど20歳超えちゃった。でもまだまだ分からないですよ。社会はすごい、ほら迷惑物とかアダルト系を阻止するものはあるんだけど、はい、そうしたからってね、なかなかできないのよ、だからそういう大きな あまり縛り付けるのも良くないし、はい、そうやって大きくやってくれるといいね。で、うん、こらっていうところだけ出てってもらうようにすれば、そうですね、ね、その緩やかな管理っていうとちょっと重たくなると思うんですけど、はい、緩やかなっていう程度具合というのはどんな感じでやられてるんですか。まあ、クラスごとに先生がみんなのログを見たりとかっていうことが可能で、うん、なんか問題があった都度それをみんなで共有して、うん、でその使い方をまあ学んでいくと、どんどんこの中でたくさん失敗してもらって、うん、で普通に使えるようになって欲しいと、うん、そういうところから、まあ、今提供しているな。なるほど。じゃあその
この ネットというかソフトウェアだけのやり取りではなくて、学級会とか、そうですね、先生がその、ね、なんですか、現実の社会の中で取り上げて共済としてしまおうというところまで、そうですね、今考えられているということですね。やっぱりこういうアプリってすごく便利なんですけれども、使い方を間違えると結構違う結果になるので、正しい使い方を教えてあげる必要があるだろうというところから、こういうものを教材として電子教科書なんかと一緒に今提供しているといいんじゃないかと。絶対あった方がいい。そうですよね。で、今提供されているその提供先というとどういったところになりますか。今やっぱり武雄市とか、佐賀県なんですけども、すごく佐賀県の方は結構進んでいて、その辺に今大量導入というところが進めていっているというところです、ね。なるほど。それはもうその自治体だったり、はい、学校自治体単位ですね。自治体単位、はい、はい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 。徐々に全国になっていくのかな、どんどん。電子教科書自体は2019年とか2020年あたりに完了するんですけれども、それまでの間に実証実験のところで、どんどん入っていくというところです。であとはですね、特別支援の学校で、今使っていただいていて、特別支援の生徒とそれから親との間のコミュニケーションを、先生を含めて、行うというところが今メインの使い方になっております。なるほど。あとはそのこのバイトークを提供する場合はソフトウェアだけの提供になるんですか。そうですね、ソフトウェアアプリケーションの提供になって、申し込みをいただいて、で学校側で管理をする。なるほど、はい。じゃあそういったようなもう、実績もある中で、じゃあ少しずつこう使い勝手を含めて提供を、着実に伸ばされてるということになってくるんですかね。そうですね。いや、こういったものが、例えば江東区に限らず東京都でもやっぱり必要な部分でいっぱいあるんだろうなって思いますね。みんな知られてないよね、こういうことがもう始まっているんだよっていうことがね。そうですね、はい。例えば実際これ導入を検討したいとか、もしくはちょっと問い合わせしたいなっていう場合はどちらにご連絡するとよろしいですか。バイトークで一応ヒットするようにはしているんですけども、はい、いろんなさまざまなウェブサイトとか経由して、提供することが可能になると思います。バイトークはカタカナ検索でも大丈夫ですか。バイトカタカナ検索でも一応大丈夫なんですけど、バイトル .com っていうのが、結構強く上に来るので、なるほど、どっちかというとアルファベットで書いていただくとパチンと出る。なるほど。カタカナの場合はだいぶ下の方になる。BYTALK、はい、BYTALK で検索していただければ、バイトークのサイトが出てきますので、ママさんネットワークに行ったらママさんたちが多分動き出すと思う。騒ぎ出すでもママさんたちの、ママさんネットワークってすごいんだよ。すごいですよね。学校を動かざるを得ないだろう。子供を守るため、少子化だから子供を守るために親が立ち上がるから、そっちから行ったらいいんじゃないですか。こういったようなサービスを手掛けられてますので、ぜひご検討したい自治体や学校なんかはですね、ぜひお問い合わせいただければなと、はい、思います。今日はちょっと短い時間ですけども、園川さんをお迎えいたしまして、バイトークのお話をしていただきました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。